すごいな、るんちゃん。そんなに高いところまでジャンプできるのか。先輩が来てくれて嬉しいんだと思います。そうだったら嬉しいな。先輩そういう顔するんだ、かわいい。七クマ。私の名前は浦野七子。占いが大好きな高校1年生です。私には密かに片思いしている人がいます。おはよう七子。おはよう。また占いの本？七子って本当に占いが好きだよね。ちょっと子供っぽいそういうところも可愛いんだけど。あ、そうそう、今日電車で曽根先輩と一緒になっちゃった。え、今日もかっこよかった。へえ。曽根先輩というのは学校の文化祭で学校一のイケメンに選ばれた2年生で、私が片思いしている相手だったりする。でも曽根先輩って声かけにくい雰囲気あるよね。私委員会で一緒なのに挨拶できなかったよ。そうなんだ。曽根先輩は確かにちょっと近寄りがたい雰囲気がある。でも先輩本当は優しいことを私は知っていたりするのだ。あ、噂をすれば。え？うわー、うちの学校のイケてる女子みんな集まりましたって感じだね。うん。それなのに曽根先輩なんか機嫌悪そうじゃない？そうかも。前に女子に群がられるの嫌いって言ってたっけ。私が見ていると曽根先輩がふとこちらを向いた。微笑んでくれた先輩に私は小さく会釈するのが精一杯だった。え、何？今七子を見て微笑んでくれたの？あ、いや、わかんない。目が合った気がしたから会釈しちゃった。なんだ。いや、でも多分私に気づいてくれたんだと思う。というかそう思いたい。私と曽根先輩はある共通の話題があってたまに話す間柄だ。でもその関係を友達に説明するのはちょっと難しい。学校の人たちは先輩がああいう活動していることを知らないっぽいから話していいのかわからないんだよね。別に悪いことをしているわけじゃないんだけど、そんな微妙な関係なので私は先輩に告白する勇気が湧かず、どうしようかなと思っていた時にあるおまじないに出会ったのだ。飼い猫のお告げ？枕の下に飼い猫から自然に抜け落ちたヒゲを入れておくと、夢の中で猫の神様が恋のお告げをしてくれるというものだった。へえ、猫の神様か。でもそんなにタイミングよく猫のヒゲが抜けるわけ。あった！やった！早速やってみよう。こんなことしてるって話したら学校の友達にはまた子供っぽいって言われちゃうだろうな。でも曽根先輩だけは私の占いの話を真剣に聞いてくれたんだよね。半年前、私は初めて猫の譲渡会に参加した。その時猫の世話をしていたのが曽根先輩だったのだ。あれってうちの学校のイケメンじゃない？確か曽根先輩だったかな。その時高校に入学したてだった私でも知ってるぐらい曽根先輩は学校の有名人だった。でもちょっと怖い感じがして譲渡会ではなかなか話しかけることができなかった。でも
先輩の近くにいる猫ちゃんがめちゃくちゃ可愛い。もっと近くで見てみたい。えい！はい。そちらの白い猫ちゃんを近くで見てもいいでしょうか？はい、もちろん。猫好きなの？はい。飼ったことはある？いえ、でも飼ってみたいなって思っていて。そうなんだ。飼いたいなって思ったきっかけとかってある？実は占いに猫がきっかけで人生が開けるって書いてあって。え？私が正直に話すと先輩が不安そうな顔をしていた。すみません、おかしいですよね、こんな理由。命を預かるっていうのに。あ、いや、そんなことないよ。命を預かるっていう意識があるのはすごくいいことだと思う。君の様子を見ていて猫を飼うことを悩んでいるように見えたから聞いてみただけなんだ。前々から猫ちゃんは大好きで、野良猫ちゃんを見つけると写真を撮ったりしていたんです。いつかは飼ってみたいなと思っていたら、占いの本に猫ちゃんがラッキーを呼び込むって書いてあって。なるほどね、面白い占いだね。占いを信じてるってことは何か悩んでることがあるの？はい。私最近この近くに引っ越してきたばかりで、高校に入学してまだ友達できなくて。そうなんだ。じゃあ猫ちゃんを飼うのはおすすめかも。俺もさ、学校で人付き合いがうまくいかない時があって、そういう時は家に帰ってうちの猫と遊んでるとすごく癒されるんだ。そうなんですか？こんなかっこいい人にそんな悩みがあるなんて意外だな。その後何度か譲渡会に参加して、私は最初に心惹かれたあの白猫ちゃんを飼うことを決めた。名前ってもう考えてる？はい、ルンちゃんって名前にしようと思ってます。この猫ちゃんを見ていると心がルンってなるので。そこは占いじゃないんだ。画数とか調べた方がいいでしょうか？ううん、いい名前だと思うよ。よかったな、ルン。君と一緒に暮らす家族ができて。こうして私の家に白猫のルンちゃんがやってきた。猫の話題で学校の友達とも仲良くなれたし、猫に会いたいと言って遊びに来てくれる友達もいる。学校で先輩とも再会して、ああやって微笑みかけてくれるようになった。ルンちゃんのおかげで私はいい方向に人生が動き出しているのを確かに感じていた。これ以上望むのは欲張りなのかもしれないけど、先輩を好きな気持ちを諦めたくない。お願い猫様、私にお告げを。うがあ、うん、私はいつの間にか眠っていたようで、気がつくと夢の中にいた。え、ルンちゃん？はい、いらっしゃい、ナナコ。わあ、ルンちゃんとお話ししてる。本当にあのおまじないが効いてるのかな？すごいすごい。で、ここは？ここは私の店、スナックルンよ。スナック？なんか想像してたのと違うな。ナナコ、私に聞いてほしい話があったんじゃないの？そうなの。あの、ソネ先輩のこと覚えてる？ソネ、ああ、コウタね。そんな男もいたわね。昔の男みたいな言い方やめて。いい人だったんだけど、あの人には別の猫がいたから。どうしよう、この雰囲気
めちゃくちゃ恋愛相談しづらいぞ。これは私の夢の中なんだからいいよね。私曽根先輩が好きなの。曽根先輩と恋人同士になるにはどうしたらいいかな。ふーん、七子ったら可愛いのね。どうも、そうね。じゃあうちに誘いなさい。うちに？そりゃ先輩と二人きりで話せたら嬉しいけど、どうやって誘えば。大丈夫、私に会いたくない人間なんていないわ。確かに。うちに遊びに来た友達はみんなルンちゃんにメロメロになって帰っていった。もともと猫好きな先輩ならきっとルンちゃんに会いたいと思ってくれるはず。わかった、誘ってみる。その息よ、あとは私に任せなさい。ありがとう、ルンちゃん。なんかすごい夢見ちゃったな。みゃお。ルンちゃん、おはよう。ねえ、昨日私たち夢でお話しした？みゃ。さあ支度しようっと。その前にルンちゃんのご飯ご飯。いつもより早く目が覚めた私は普段より早い電車に乗って学校へと向かった。それにしても不思議な夢だったな。あの夢の通りにしたらどうなるのかな。あれ、七子ちゃん。曽根先輩。ルンちゃんに会いに来ませんか。いやー、私行ったらいきなりすぎるでしょ。いいの？久しぶりに会いたいなと思ってたんだ。やったー。先輩は急な誘いにもかかわらず私の家に遊びに来る約束をしてくれた。おお、大きくなったな。俺のこと覚えてる？みゃん。ちゃんと覚えてるよねって夢の中で言ってたんだけど、ルンちゃんは本当に先輩のことを覚えていたようで、すごくはしゃいでいた。おもちゃで遊ぶのも真剣そのもの。そんなルンちゃんに夢中になっていた私は曽根先輩を家に誘った理由を忘れかけていた。おお、すごいな、ルンちゃん。そんなに高いところまでジャンプできるのか。先輩が来てくれて嬉しいんだと思います。そうだったら嬉しいな。先輩そういう顔するんだ、かわいい。ルンちゃんに急に飛びつかれた私は前に倒れそうになった。そんな私を先輩が支えようとして、私は先輩とキスしてしまった。ごめんなさい。あ、いや、俺もうまく支えられなくてごめん。こんなことってある？恥ずかしすぎる。どうしたらいいの、ルンちゃん。夢のお告げ通りに先輩との距離が近づいたけど、これは近づきすぎだよ。あのさ。はい。責任取らせてくれないかな。え？それってどういう意味？何かお詫びをしてくれるとか。いや、でも悪いのは倒れた私だし。七子ちゃん。あのちょっと一回寝てからお返事していいですか。じゃあ明日、お昼休みに屋上で。わかった。じゃあ俺はそろそろ帰るよ。はい。曽根先輩が帰った後、私は家中を這いつくばってルンちゃんのヒゲを探した。あった。そしてまたヒゲを枕の下に入れて眠った。ルンちゃん、やっ
ったわね。え？あんた、自分が言った意味分かってる？え？私がポカンとしていると、ルンちゃんはどこからかホワイトボードを持ってきた。ルンちゃんのよくわかる解説？先輩はナナコに何て言った？責任取らせてほしいって。そうね、あれはね、こういうこと。え？そういう意味だったの？それに対してナナコはこう言ったのよ。パニックになっていたから覚えていないだろうけど。大胆発言よ、これは。どうしよう、ルンちゃん。はあ、あんたはどうしたいの？先輩と恋人になりたいです。そうよね。でも自己中した責任とかじゃなくて、私をちゃんと好きになってほしい。ちゃんと先輩に好きだって伝えたい。ちゃんと自分で分かってるじゃない。いい子ね、ルン姉さん。お昼休みに屋上で待っていると、緊張した表情の先輩がやってきた。ナナコちゃん、昨日はその、私、先輩のことがずっと好きなんです。でもだからわざと転んでキスしたとかではなくてですね、だから先輩は責任なんて取らなくていいんです。ナナコちゃん、もしよかったら、これから私のことをもっと知ってくれませんか？それでもしも私のことを好きだと感じたら、私を先輩の恋人にしてください。そんな必要ないよ。え？だって俺も前からナナコちゃんのことが好きだったから。やべえ、すごい嬉しい。こんな俺でよかったらよろしくお願いします。嘘、夢みたい。え、飼い猫のお告げ？はい、そういうおまじないがあって、私の夢にルンちゃんが出てきて先輩とのことを応援してくれたんです。へえ、かわいいな。はい、夢に出てきたルンちゃんもすごくかわいくて。そうじゃなくて。え？かわいいっていうのはナナコのこと。え？事故じゃなくキスできた。はい。私は小林優里、夢黒高校に通う高校1年生。ある理由があって、今日はちょっと寝不足気味だ。おはよう、優里ちゃん。ナナコ。おはよう。彼女は同じクラスで友達の浦野七子。私の寝不足の原因は彼女なのだ。え、どうしたの？どうしたのじゃない。昨日の LINE の続き、気になってなかなか寝つけなかったんだから。ごめん、ゆうりちゃん。私、曽根先輩とお付き合いすることになった。え？どういうこと？ナナコって曽根先輩と面識あったの？LINE だと長くなっちゃうから、明日学校で話すね。今電話で話そうよ。私もまだ頭が整理できてなくて、だから明日。気になりすぎて眠れないよ。おーい、ナナコ？ナナコ、前の日緊張して眠れなかったから寝落ちしちゃって。そんなことだろうと思ったよ。
さあ、今日という今日こそは話を聞かせてもらうよ。お手柔らかにお願いします。七子の家の猫のルンちゃんを保護してたのが曽根先輩だったんだ。曽根先輩というのは学校一のイケメンと呼ばれている2年生。なんと七子はそんな先輩と付き合いだしたというのだから、私はびっくりしてなかなか寝つけなかった。そういうボランティアをしてるってちょっと意外かも。曽根先輩ってかっこいいけどちょっとクールなイメージだったから。うん、先輩猫が大好きで、それにすごく優しいの。私がルンちゃんをお家に迎えようって決心できたのも先輩がいろいろ教えてくれたからなんだ。ふーん、そんなこと私には話してくれなかったな。あの曽根先輩と仲がいいってこと隠してたなんてショック。ごめんね。でも隠してたわけじゃないんだよ。先輩と学校の外で知り合いになったのはゆうりちゃんと仲良くなる前だったから、話すタイミングがなくて。それに学校では先輩いつもモテモテだから、私なんかが知り合いって言っちゃいけないような気がして。七子。ゆうりちゃん、何言ってるの。七子はめちゃくちゃ可愛いよ。曽根先輩が好きになるのもわかる。ゆうりちゃん、おめでとう七子。好きな人と恋人同士になれるなんてすごいよ。ありがとう。これからはいろいろ話聞かせてね。うん。それにしても意外だな、七子の方から告白したなんて。七子は人見知りなところがあって、入学したての頃はいつも緊張した顔をしていた。男子とは今でも話すのが得意じゃないって言っていた彼女が、もともと縁があったとはいえ自分から告白したということが私は驚きだった。実はね、こんな話したら笑われちゃうかもしれないけど。飼い猫のお告げ？うん、飼っている猫のお顔から自然に落ちたヒゲを拾って、それを枕の下に入れておくの。そうすると夢の中に猫ちゃんが現れてお告げをくれるんだよ。へえ。ということは七子はルンちゃんのヒゲを枕の下に入れたら夢の中にルンちゃんが現れたってこと？そうなの。それで先輩と親しくなりたいなら家に呼ぶといいって言われて。曽根先輩を家に誘ったの？うん。そうしたらルンちゃんと遊んでいるうちに先輩とキスしちゃって。どういうシチュエーション？それがね、そんなことってあるんだ。飼い猫のお告げすごすぎるでしょ？うん。あれ、なんか七子嬉しそうだね。ゆうりちゃんが占いとかおまじないに興味持ってくれたのが嬉しくって。あ、そうか。この前私が占いなんて子供っぽいって言ったから。ごめん。この前私。ううん、いいんだよ。ありがとう七子。でもそっか、はあ、私も猫ちゃん飼えたらいいのにな。お家のマンションがペット禁止なんだっけ？うん、私もお母さんもお父さんも猫ちゃん大好きなんだけど。そうなんだ。飼い猫のお告げってことは私がルンちゃんのヒゲを探してもダメだもんね。もしかしてゆうりちゃん好きな人がいるの？うん、そう。実は私にはもう何年も片思いしている相手がいるのだ。それって学校の人？ううん、中学まで一緒だった幼馴染なの。伊藤智也って言うんだけど、智也とは母親同士も幼馴染なこともあり、本当に小さい頃からよく遊んでいた。
一緒に漫画を読んだりゲームしたり、今でも家を行き来して遊んでいる。そんな感じだからさ、告白したくてもそういう雰囲気にならないんだ。そっか。ねえ、じゃあ試してみようよ。え？試すって何を？飼い猫のお告げだよ。ゆうりちゃんはうちに来てたくさんるんちゃんと遊んでくれてるから、きっとゆうりちゃんのことも私と同じぐらい好きって思ってると思うの。そうかな。そうだよ、早速今日うちに来ない？いいけど。るんちゃん、にゃん、今日も美人さんだね。撫でさせてくれるの？ありがとう。にゃん、るんちゃん、よかったね、ゆうりちゃんが遊びに来てくれて。これで遊びたいの？いいねいいね、遊びましょう。やっぱり猫ちゃんって可愛い。はあ、幸せ。にゃん。あ、ヒゲが落ちてる、ゆうりちゃん。いいの？うん、ゆうりちゃんがるんちゃんの夢を見れますように。ありがとう、ナナコ。ナナコにはああ言ったけど、本当にそんな夢見られるのかな。私、るんちゃんの飼い主じゃないのに。お、ゆり。トモヤ。彼が私の幼馴染の伊藤智也。小さい頃は私の方が大きかったのに、今では見上げるほど背が高くなって、ますますかっこよくなったと思う。そこが余計に気が気じゃないんだよな。今帰り？うん、友達の家に遊びに行ってた。智也は部活の帰り？うん、明日試合だからいつもより練習短かったんだ。そう、智也はバスケが大好きだ。高校では強豪校に入ったこともあり、中学の頃より部活が忙しそう。そんな智也を応援しつつも、ちょっと少し寂しいとも感じている。ほぼ毎週土曜日は試合って感じだね。ああ、でも明日の試合は午前中だから、午後に俺の家に来ないか？この前のゲームの続きしようぜ。うん、じゃあな。このままずっと智也と幼馴染でいられるだけでも嬉しい。だけど私はもっと特別な関係になりたい。お願い、るんちゃん、私にお告げをください。私は七子からもらったるんちゃんのひげを枕の下に入れて眠りについた。ここは？さっきまで自分の部屋のベッドで寝ていたのに。ってことは夢の中？なんだかドラマに出てくるスナックみたいだけど。あら、ゆうりじゃない。え？声がする方を振り返ると、色っぽい猫ちゃんが頬杖をつきながら私の方を見ていた。どうして私の名前を？あたしよ、あたし。にゃん、もしかしてるんちゃん？そうよ。想像していたるんちゃんとだいぶ違う。このお店ってるんちゃんの？まあ、いろいろあってね。いろいろって一体？そういえば七子が保護猫だったるんちゃんを引き取ったって言ってたから、元は野良だったのよね。何か理由があって飼い猫じゃなくなったのかわからないけど、いろんな経験してきたのかもしれないな。とりあえず座ったら？はい、失礼します。こういう大人なお店って緊張するな。そんなに警戒しないで、私とあなたの仲じゃない。意味深。
でも、七子の家に遊びに行ってるだけの私のことをそう思ってくれてるのは嬉しいな。何か私に聞きたいことがあったんじゃないの？そうなんです。実は私は幼なじみの智也のことをルンちゃんに話してみることにした。私幼なじみじゃなくて彼女になりたいんです。ユーリは彼のどんなところが好きなの？彼バスケをやってるんですけど、いつも練習をすごく頑張ってて。へえ。昔から本当に頑張り屋なんです。一つの目標に向かってひたむきに努力をしているところがかっこいいなって。わかるわ。そういう男の子って素敵よね。はい。でも意外と抜けてるところもあって、部屋の片付けができなかったり、中学の時は朝寝坊をしょっちゅうしてて、試合の日は私が起こしててあげたくらいで。ルンちゃんはとても聞き上手で、私は徐々に緊張を感じなくなっていった。ふーん。でもそういう何かしてあげたいと思わせる男の子ってモテるのよね。うかうかしてたら他の女子に取られちゃうかもよ。今は学校が違うんでしょ？どうしてそれを？ふふ、猫は何でも知ってるのよ。なんて、本当は…ルンちゃん、ユーリちゃんを助けてあげて。あのね、実はユーリちゃん、他の学校にいる幼馴染のトモヤくんって子に片思いしてて。七子から聞いたんだけどね。すごい。あのどうしたらトモヤに女の子として意識してもらえるでしょうか？そうね、彼のちょっと抜けてるところが可愛く見えるのと同じように、あなたも彼に隙を見せてあげたら案外あっさりうまくいくんじゃないかしら。そう、男の子って案外怖がりなのよ。だからあなたの方から距離を縮める隙を作ってあげるの。へえ。でも好きってどうすれば？そうね、こんなのはどうかしら。あ、ユリ。よ。なんか今日雰囲気違うな。そういう格好珍しいじゃん。あ、うん、ちょっとね。友也が気づいてくれた、嬉しい。まず自分が女の子っぽいと思う服を着ていってごらん。無理せず、ユーリの好きなテイストでね。どこか出かけてたの？ううん、トモヤに会うから着てみたの。ごめん。いや、別に。やったー、さりげないボディタッチ成功。幼馴染だったらボディタッチなんて今まで何度もしてるって？彼に触ることが特別だと意識させるのがポイントなのよ。あ、そういえば初めてナノコの家に行った時、ルンちゃんは警戒して撫でさせてくれなかったんだけど、2回目に行った時は撫で撫でさせてくれたんだよね。私に気を許してくれたんだって思えてすごく嬉しかった。トモヤはボディタッチが特別だって意識してくれたかな？何？ゲームしようぜ。うん。ですよね。何年も普通だったことを急に意識したりしませんよね。ボディタッチなんて今まで普通だったのに、なんで急に謝られたんだ？もうこんな時間か。もう帰るのか？ちょっと目が疲れたなと思って。
隙を見せるために彼の前で目を閉じてみて。そういう姿って特別に心を許してる人にしか見せないもの。だから見せられた方も特別な相手だと思われていると意識しやすいわよ。俺お菓子取ってくれ。あれ、はあ、やっぱり私のことは幼馴染としてしか見てくれないのかな。はあ、ルンちゃん、せっかく相談に乗ってくれたのにごめん。私が目を閉じて寝転がっていると、智也が部屋に戻ってきた音がした。あれ、ユーリ寝ちゃったのか。ふん、こうなったらふて寝してやる。ったく、無防備すぎるぞお前。こんなスカート履いて男の部屋で寝るなんて。え、それってもしかして私のことを女子として見てくれてるってこと？こいつ高校でもこんな感じなのかな。ユーリは鈍いから、俺がユーリが他の誰かに取られないか心配してるのなんて気づいてないんだろうな。俺のものってマークとかつけれたらいいのに。え、トモヤ、私のことそんな風に思ってたの？嬉しいけど、いつ起きたらいいの？小さい頃はほっぺにキスしたりしたけど、今したら怒られるだろうな。いいよ。え、ユーリ、寝たふりしてたのか？うん。おい、なんとか言えよ。キスしてくれたら起きるかも。え、そういうこと言うと本当にするぞ。私が小さくうなずくと、頬に温かくて柔らかいものが触れた。ほっぺにキスされた。目を開けると顔を真っ赤にした智也が私を見つめていた。もう俺のものってことにするからな。うん、智也大好き。俺も好きだよ。ありがとう、ルンちゃん。ルンちゃんのおかげだよ。あれ、サネ先輩。ああ、ユーリちゃん。ナナコとのデートの待ち合わせですか？うん。ナナコ、先輩とのデートすごく楽しみにしてましたよ。ユーリ、お前の彼氏はこっちだっつうの。え、ちょっと先輩、お待たせしました。あれ、あの後ろ姿はユーリちゃん？うん、あっちもデートみたいだね。はい、ユーリちゃん、昨日からすごく楽しみにしてたんです。俺も楽しみにしてたよ。私もです。行こうか、ナナコ。はい。俺は曽根浩太、大学2年生。俺は今最高に緊張している。なぜかというと、明日は何時にお家に伺ったらいいでしょうか？家族が出かけるのが昼前だから午後1時でどうかなと。俺には付き合って3年になる彼女がいる。明日その彼女と初めてのお泊まりデートなのだ。俺の家族がたまたま全員泊まりで出かけることが分かり、こんな機会は滅多にないので泊まりに来ないと誘ってみたところ、彼女から OK の返事をもらうことができた。七子が家に来ること自体初めてなんだよな。あー、掃除したけどこんな感じで大丈夫なのか？もっとなんかおしゃれなキャンドルとか用意した方がいいのかな。お兄ちゃん。あ、なんだ小春か。なんだって何よ。明日彼女を家に呼ぶからってそわそわしちゃって、見ているこっちが恥ずかしくなるよ。ねえマックイーン。にゃ、なんでそれを。やっぱりそうなんだ。お前カマかけたのか。引っかかる方が悪いんだよ。ぐぬぬ。
冷蔵庫にお兄ちゃんが好きなゼリー入れておいたから、ナノコちゃんと食べてね。え、あ、ありがとう。ああ、部活の合宿がなければ私もナナコちゃんとお泊まり会したかったな。小春がいたら家に呼ばないから。俺がナナコと歩いてるだけでからかってくる小春が家にいるから、ずっとナナコを家に誘えなかったんだっつーの。ひどい。まあいいや。マクイーン、お兄ちゃんのことよろしくね。変なことしそうになったら止めてね。うわっ、マックイーンは俺の味方だもんな。っていうか変なことなんかしないぞ。はぁ、お前明日早いんだろ。あ、そうだった。おやすみ。あ、うにゃん、マックイーン、俺変なことしそうな顔してるか。うにゃだよな、してないよな。彼は俺の家で飼っているマックイーン。俺が5歳の頃にやってきて、それからずっと一緒に育ってきた俺の親友であり兄弟みたいな存在だ。マックイーン、明日俺の彼女が家に遊びに来るんだ。仲良くしてくれよ。マックイーンは一泣きすると俺の腕の中をすり抜けていってしまった。なんだよ冷たいな、俺の緊張をほぐしてくれよ。あ、マックイーンを抱いていた腕を見ると彼のヒゲがついていた。最近マックイーンのヒゲよく抜けるな。あ、ヒゲといえば、俺は前に彼女から教えてもらった飼い猫のお告げというおまじないを思い出した。なんでも飼い猫のヒゲを枕の下に入れると夢の中に猫が出てきてお告げを与えてくれるらしい。そういえばやったことなかったな。明日のお泊まりデートのことを聞いたらマックイーンはなんて言ってくれるんだろう。俺は試しにそのヒゲを枕の下に入れてみることにした。ここはバー？気がつくと俺は大人の男が集まるバーのような場所にいた。成人してお酒が飲めるようになったとはいえ、まだまだ俺には敷居が高い雰囲気だ。それなのにどうして、確か俺はベッドで寝ていたはず。ということはこれは夢なのか？よう兄弟。声がする方を振り返るとそこにいたのはダンディーな男性だった。あなたは？俺だよ俺。その男の人はそう言うと自分の頭を指さした。そこには猫耳がくっついていた。斬新なファッションですね。おいおい、俺の耳を見忘れたのかい兄弟。え、白い猫耳？あの他の猫よりちょっと丸みがある耳はもしかして、マックイーン？おうよ、こうして話すのは初めてだな、コータ。うん。俺の夢に現れたダンディーな男性は、なんとマックイーンだったのだ。飼い猫が夢に現れて話すっていうから、うちのタマみたいな感じかと思ってたけど、全然違う。でも俺よりずっと大人に見えるのはどうしてなんだ？そりゃ人間と猫では流れる時間の速度が違うのさ。あ、そうか。そういえばこの前動物病院に行った時、マックイーン君はもう15歳、人間で言えば70歳オーバーだから健康管理には気をつけてね。はい。あの時はそう返事したけど、あんまりピンときてなかったんだよな。そうか、マックイーンはもうおじいちゃんなんだ。俺はおまじないが本当に効いていること以上に、マックイーンが自分よりずっと年を取っていることに動揺を隠せなかった。まあ座れよ、俺に話したいことがあるんだろ。あ、うん、そうなんだ。実は明日俺の彼女のナナコが家に泊まりに来るんだ。やるじゃねえか。それで、俺泊まりのデートって初めてだからどうしたらいいのかなって。こんなことを猫の、しかもおじいちゃんに相談していいのかな。なるほどな。コータは彼女と何がしたいんだ？え、
一緒にご飯を食べて。味どうかな。おいしいよ、ナナコ。作ってくれてありがとう。はあ、よかった。なんだか新婚さんみたいだね。うん。その後は交互にお風呂に入って。はあ、それで寝る前に。もうまたババ引いちゃった。ナナコはトランプ弱いな。コウタくんが強すぎるんだよ。あー、ナナコのそういう顔もめちゃくちゃ可愛い。なんか恥ずかしいな。お前本当に大学生か。え、そんなんじゃ修学旅行ってやってること変わらないだろ。え、あ、確かに。もっとカップルっぽいことしろよ、せっかくなんだから。え、そりゃキスとかしたいとは思ってるよ。うんうん。それで湯上がりのナナコのうなじにそっと近づいて。コウタくん。ナナコ、ナナコの匂いを思いっきり吸い込みたい。おいおい、それはいつもコウタが疲れると俺にやるやつだろう。そうだね。まったく。あー、朝になっちまったじゃねえか。え、もう？まあ何はともあれ、お前の選んだ子に会うのが楽しみだよ。マックイン、あまりお次らしいお次はもらえなかったけど、マックイーンと話せて少し気持ちが落ち着いた俺だった。お邪魔します。彼女が俺の恋人のナナコ。ちなみに彼女も猫を飼っている。俺がボランティアとして参加していた猫の譲渡会にナナコが来たのがきっかけで俺たちは知り合った。その時にナナコが引き取った猫が彼女の飼い猫のルンちゃんなのだ。あの、本当にご家族の皆さんは出かけてるの？うん。おっと違った。今日はナナコに紹介したい家族がいるんだった。え、こっちに来て。はい。俺の親友で兄弟のマックイーンだよ。わあ、実物のマックイーンくんだ。はじめまして。コウタくんから写真をよく見せてもらっていて。あれ嫌われてしまった。いや多分照れちゃってるんだよ。ナナコは可愛いから。コウタくんたら。ああ、俺の彼女が可愛い。じゃあ俺の部屋に行こうか。はい。わあ、きちんと整頓されてるんですね。まあね。って本当は昨日慌てて片付けたんだけど。うや。あ、マクイーンくん、ここを開けてほしいのかな。そこは昨日片付けたものを突っ込んだからぐちゃぐちゃなんだよ。爪研ぎは向こうにあるだろな。ふう、危なかった。コウタくん、どうした。今日一緒に見ようと思って DVD 借りてきたの。あ、それ俺が見たいって話してたやつ覚えててくれたの？うん。ありがとう、ナナコ。早速見よっか。キャッ。怖い？ううん。コウタくんと一緒だから大丈夫。かあ、かわいい。食べちゃいたいぐらいかわいい。映画の途中だけど、キスしてもいいよな。ナナコ。コウタくん？マックイーン？いつの間にベッドの上に？マックイーンくんって甘えん坊なんだね。こら、普段はこんなことしないくせに、どうしたんだよ。そうなの？あ、もしかして。え？私が先輩と一緒にいるから焼き餅を焼いてるのかも。え？マックイーンが焼き餅？俺は夢の中のマックイーンの姿を思い浮かべた。
いやないない、マックインはもうおじいちゃんだし、やきもち焼くようなタイプじゃないよ。そうかな。だってマックイーン君はずっとコウタ君と一緒なんでしょ。そうだけど。だったらマックイーン君にとってはコウタ君が世界のすべてなんじゃないかな。そうか。マックイーン、僕と遊ぼう。みゃ。コウタ、宿題したの？あら、寝ちゃってるの？仕方ないわね。ピシー、母さんにバレちゃうだろ。マックイーン、実は俺彼女ができたんだ。でも小春に話すとうるさいから二人だけの秘密な。みゃ、何の話？なんでもない、男同士の秘密だ。そうだ、俺たちはずっと一緒だった。おいでマックイーン、焼きもち焼いたのか。可愛いとこあるじゃん。みゃ。マックイーン君、私たち同じ人を好きみたい。きっと仲良くできるんじゃないかな。みゃ。マックイーンの鳴き声はどこか照れくさそうだった。結局マックイーンの話ばかりしていた俺たちはキス一つできないままベッドに入った。ナナコ寝ちゃったか。寝顔も可愛いな。キスしたら起きちゃうかな。ナナコ好きだよ。おやすみ。あれ、ここは夢の中？なんだかすごくリアルだけど。よう、ナナコ。え？その耳、もしかしてマックイーン君？ああ、今日は悪かったな。せっかくのお泊まりデートを邪魔しちまって。え、そんなことないよ、マックイーン君。いや、マックイーンさんに会えてすごく嬉しかったです。あんた、いい女だな。このヒゲ、たまたま入り込んじゃったんだね。あれ、マックイーン君がいない。トイレじゃないか。コウタ君、おはよう。ああ、おはよう。洗面所借りてもいいですか。うん。朝ごはんできましたよ。ありがとう、ナナコ。どうした？キス、昨日できなかったから。ああ、うわぁ、なんか新婚さんみたいだ。しかもマックイーンが見ていないかちゃんと確認してくれるなんて、俺の彼女優しすぎる。ナナコ、あれ？ナナコ？みゃー。マックイーン君、おはようございます。あれ？なんだか仲良くなってる？今朝もかっこいいですね。え、抱っこさせてくれるんですか？嬉しい。っていうかナナコ、マックイーンにメロメロじゃないか。なんで、どうして？まあ、年の子ってやつかな。私は川猫と教育学部の大学2年生。教師になりたいと思っている私はその勉強になるかと思い、家庭教師のアルバイトをしている。今日は小林優里ちゃんという高校生の女の子のお家に来ている。前回より点数上がってるね、優里ちゃん。えへへ、琴先生の教え方が上手なおかげだよ。あれ、先生。え、背中に何かついてるよ。取ってあげるね。ありがとう。ああ、うちのタマの毛だわ。タマって、もしかして猫ちゃん？先生、猫飼ってるの？うん。
あーいいな。うちの家族みんな猫好きなんだけど、このマンションはペット不可なんだ。そうなんだ。琴先生はいつから猫ちゃんを飼ってるの？半年前からだよ。私がトマトで会ったのはある雨の日だった。ん？猫の声が聞こえたような。声のする方を探していると、すぐ近くの公園から聞こえてきているのが分かった。この辺だと思うんだけど。あ、大丈夫？寒いよね。何か体を拭くもの。ハンカチで拭いて。そうだ、このマフラーで。これで少しは暖かくなったかな。子猫なのにこんな雨の中で一人ぼっちだなんて、母猫とはぐれちゃったのかな。それともどこかから脱走してきちゃったのかな。ねえ君、今夜はうちに来る？私はその子猫を家に連れて帰った。家で一晩様子を見て獣医さんに見てもらったところ、かなり弱っているということだった。私は子猫が元気になるようにお世話をしながら、公園の掲示板に迷子猫を預かっているというポスターを貼らせてもらったり、 SNS でも情報を確認してみたけど、結局その子猫の飼い主らしき人は見つからなかった。うちには昔飼っていた猫のグッズがあるし。ねえ君、私の家族になってくれる？みゃー。甘えん坊さんだな。よしよし、君に名前をつけようね。タマっていうのはどう？にゃ、ハロー、かわいい。というわけなのよ。へえ。あ、ごめん、長くなっちゃったね。ううん、こうして琴先生と授業の後にお話しするの大好き。ねえ先生、猫ちゃんのおまじないって知ってる？え、おまじない？さあ、私の友達に占いとかおまじないが好きな子がいてね、その子から教えてもらったの。飼い猫のお告げって言うんだけど、寝る前に枕の下に飼い猫の自然に抜け落ちたヒゲを入れておくの。そうすると夢の中に飼い猫が出てきて、飼い主の悩みに対してお告げをくれるんだよ。へー、かわいいおまじないだね。あ、先生信じてないでしょ。本当なんだよ、私も見たんだから。え、でもゆうりちゃんの家って。うん、猫は飼ってないけど、友達の家の猫ちゃんと仲良しで、私の夢にも出てきてくれたんだ。へー、私が夢の中で見た猫ちゃんと友達が見た姿が同じだったからびっくりしちゃって。姿？うん、いつもと違ってちょっと色っぽい猫ちゃんの姿だったの。それでね、ゆうり、おしゃべりに夢中になって先生をお引き止めしちゃダメよ。わかってるってば。素敵なおまじないを教えてくれてありがとう。私もやってみるね。うん、今度どんな夢が見れたか教えてね。うん、ゆうりちゃんにはそう言ったものの、私はおまじないとかはあんまり信じないタイプだ。だから最近の女子高生の間ではそういうのが流行っているんだなぐらいに思っていた。でも夢の中で飼い猫と話せるなんて、それこそ猫好きにとっては夢のような話だよね。私は家に帰る電車に揺られながら、もし夢の中にタマが現れたらどんな感じだろうと想像せずにはいられなかった。タマは甘えん坊の1歳の女の子だから、まだよちよち歩きな感じかな。でも猫の年齢と人間の年齢は違うんだよね。人間の年齢に換算すると、へえ、18歳。じゃあタマは活発だし、ボーイッシュでやんちゃな女の子って感じかな。本当に話せたらいいのにな。ただいま、タマ。にゃーん。タマってことがバイトの時はいつもそこで待ってるわよね。ありがとう、タマ。私も会いたかったよ。にゃっ。そんなに猫を可愛がってるから恋人ができないんじゃない？いいの、私にはタマがいればと口では言ってるものの、年齢イコール彼氏いない歴の私に焦りがないわけではなく、
今は好きな人がいるわけじゃないし、彼氏が特別欲しいとも思わない。だけど自分が魅力のない人間のような気がしてきちゃうんだよな。飼い猫のお連れか。おまじないを信じていない私が、ゆうりちゃんの言っていた飼い猫のお告げが気になっているのには訳があった。実はタマがうちに来てから自然に抜け落ちたヒゲを小瓶に集めていたのだ。落としたヒゲさえも可愛くて捨てられないんだもん。きっとそういう飼い主は私だけじゃないはず。おまじないが効くとは思わなかったけど、集めていた猫のヒゲに使い道があるというのが私には驚きだった。せっかくゆうりちゃんが教えてくれたんだし、今夜はこの瓶を枕の下に入れて寝ようっと。そんなわけで特に悩みがあるわけではなかったけど、飼い猫のお告げを試してみることにした。ここは私の部屋じゃない。そうか、今夢を見てるんだ。ピンクの家具が多いし、女の子の部屋っぽいな。部屋を見回しながら後ろを振り返ると、ベッドの上に猫耳を生やした女の子が座っていた。ご主人様、私のお部屋へようこそです。ご主人様。うわー、なんか苦手な感じの女子が夢の中に登場したぞ。わからないんですか。ぷー、この耳を見てください、ご主人様。え、この一箇所切れている耳はもしかして。タマ？そうです、ご主人様。こうしてお話できるなんて、タマ嬉しい。かゆい。ご主人様、どうしてジンマシンだらけになってるんですか。ジンマシン出てる。はい。あー、ごめん、実は苦手なの。タマのことがですか。猫アレルギーとかいうやつですか。いや、ぶりっ子女子が苦手で。え、ごめんね、初対面なのにこんなこと言って。夢の中だからか、思ったことがそのまま口に出ちゃって。はあ、ジンマシンが出るほど苦手って、ぶりっ子と何かあったんですか。実は。カトちゃん、おはよう。かなこ、おはよう。私がぶりっ子女子のかなこと出会ったのは大学1年生の時だった。可愛い服に流行りのメイクをした彼女を素直に可愛いと思った。でも。ねえ、これみんなには内緒にしてね。私、ゆうたくんのこと好きになっちゃった。え、ゆうたくんというのは私がちょっとずつ距離を近づけていた同じ学科の男の子だった。かなこはみんなには内緒と言って、周囲の人間に自分がゆうたくんが好きだということを言いふらし、結局彼女は彼と付き合い始めた。というわけでぶりっ子女子が苦手なの。そういえば、タマを拾ったのはかなことゆうたが付き合い始めたと知った日だったな。だからタマが悪いわけじゃないの。そんなことがあったんですか。まあ、もうゆうたくんのことは何とも思ってないんだけどね。へえ、なんか努力しない猫が言いそうなセリフですね。え、かなこって子は服やメイクでセルフプロデュースして、それに加えて好きだという気持ちを周囲を利用して彼に最大限に伝えていたんですよね。まあそうとも言えるけど。それに比べてご主人様はちょっとずつ距離を近づけてたとか言ってましたけど、相手から誘ってくるのを待っていただけなのでは。どうしてそれを。好きって言ってくれる人と、自分から誘わないと何のリアクションもない人、どちらの好きが分かりやすいかはご主人様でも分かりますよね。はい。というわけでリベンジしましょう。え、ご主人様はきっと自分のアピール方法を分かってないんですよ。大丈夫、タマに任せてください。きっとお役に立って。変な夢。目が覚めるとジンマシンは消えていた。そりゃそうだよね、ただの夢だったんだから。私がベッドから起き上がると、それを察したようにタマが部屋に入ってきた。タマ、今朝も可愛いね。ん、何を加えてるの。これはお母さんの口紅。え、タマがこの口紅を。うん、今までそういういたずらしなかったのに、どうしちゃったのかしら。でもその口紅、ことにあげようと思ってたのよ。え、自分用に買ったんだけど、思っていたよりも淡いピンクだったから、ことの方が似合うと思うわ。そうかな。
よかったら使ってみて。うん、私にピンクなんて。にゃん、似合うと思う？にゃん、まあ試しに塗ってみるか。可愛いかも。でもこんな可愛いメイクに合う感じの服なんて。にゃん、え、クローゼットを開けるとタマは扉を引っかくのをやめて、私が服を選ぶのをじっと見上げていた。まるで私が服を選ぶのを見張ってるみたいだな。まあいつも通りこんな感じで。にゃん、え、気に入らない？じゃあこれを変えてこんな感じに。私はタマと話す夢を見たせいか、まるで相談するかのように一緒に服を選んでいた。にゃん、うん、私もそう思う。こんな服持ってるのさえ忘れたよ。意外とこういう可愛い服もいいかも。あ、もしかして私がぶりっ子が苦手って思ったのって、かなこが自分には真似できないような可愛い服を着ていたっていうのもあったのかも。とんだ八つ当たりだ。あ、もうこんな時間、行ってくるね、タマ。にゃん、タマの鳴き声が行ってらっしゃいと言っているように私には聞こえた。ただいま。あら、なんだかご機嫌。お母さんがくれた口紅、友達から好評だったの。ありがとね。ほらね、ことにはああいう色が似合うと思ったのよ。なんだかお母さんも嬉しそうだな。さ、そろそろ寝よっと。にゃん、ん、タマも一緒に寝る？おいで。おやすみ。夢の中で私はまたタマの部屋にいた。昨日タマがいたベッドに私が寝っ転がっていて、その隣には、うわ、タマ！大きな声出さないでください、ご主人様。びっくりして尻尾がピンってしちゃったです。ごめん。そういえばあの小瓶、枕の下に入れたままだっけ？それに今朝のタマの様子といい、もしかして彼女は本当に。にゃ、ご主人様、ほっぺをスリスリされるとタマは気持ちよくなってしまいます。ここはタマが撫でると喜ぶ場所。じゃあこの子は本当に、あなた本当にタマなのね？昨日からそう言ってますにゃ。わわわわ、タマとお話ししてる。もうやっと信じてくれたんですか？昨日はまさかと思っていたから。もう、あれ、今日はジェンマシンが出ないですね。うん、昨日はごめんね。今日可愛い服とメイクをしてみて気がついたんだ。私はかなこみたいなぶりっ子が嫌いなんじゃなくて、ゆうたくんが自分を選んでくれなかったことがただ悲しかったんだって。ご主人様、ちょっとは成長したようですね。まあ年相応とはまだ言い難いですが。うちのタマは今日も辛辣。それで私の見立てた服はどうでしたか？それがね、ゆうたくんが私に今日は雰囲気が違うねって、可愛いよって言ってくれたの。ふーん、よかったですね。タマのおかげだよ。そうですか。うんうん、タマってば可愛い上にセンスもいいんだから、最強の飼い猫だね。そんなことあります？わかりやすく喜んでる。翌朝も私はタマに身支度を監視され、これまでよりちょっと可愛いテイストのファッションで大学へと向かった。ことちゃん、おはよう。ゆうたくん、おはよう。隣座ってもいい？え、うん、いつもかなこの隣に座っているのにどうしたんだろう。私は自然と講義室の全体を見回してかなこを探していた。かなこなら休みだよ。あ、そうなんだ。風邪とか？いや、昨日喧嘩してさ、俺の顔見たくないんだって。普通それだけで大学休む？どうかな、どういう喧嘩かわからないから何とも言えないな。俺もうかなこのわがままにはちょっとうんざりしててさ。っていうか、そもそもかなこが好き好き言うから付き合ったけど、本当は。え、ことちゃんの方が気になってたんだって言われてさ。ふーん、そんなことがあったんですか。はあ、あの時私がもっとゆうたくんにアピールしてたら付き合えたのかな。タマの言う通りだね。タマ、ご主人様、その男の子と付き合うんですか？え、
いや、そういう意味じゃ。タマ以外を好きにならないで。タマ、ご主人様のこと大好きです。これからも頑張ってお役に立ちますから。だから冷たい雨の中にポイしないで。タマが甘えん坊でぶりっ子なのってもう捨てられたくないからだったのかな。にゃっ、そんなことするわけないでしょ。ずっと一緒だよ、私の可愛い可愛いタマ。ご主人様大好きです。私もだよ。あ、コトちゃん。え、カナコ。おはよう、ゆうたくん。ほら、カナコ。うん。どうしたんだよ、俺の顔も見たくないんじゃなかったのか。ごめんなさい。え、コトちゃんに話聞いてもらってわかったの。やっぱりゆうたのことが好きだって。好きすぎてどうしたらいいのかわからなかったの。カナコ、そんなに俺のことを。まあ実際は。ねえカナコ、コトちゃんどうしたの。あんたこのままでいいの。え、ゆうたくんに言いたいことがあるんでしょ。ゆうたくんの様子からしてかなこがなんで怒ってるのか全然理解してないと思うよ。マジ。とりあえず一回仲直りしてちゃんと話した方がいいと思う。そっか、わかった。しゃ、行きますか。付き合うよ、ことちゃん。ん、私ことちゃんに嫌われてるんだと思ってた。嫌いじゃないよ、かなこのことは可愛いなって思ってるよ。え、ことちゃん。ほら行くよ。はい、ありがとうことちゃん。俺いいって。じゃあね。もうゆうたくんに未練はみじんもない。だって私には。たま、一緒に寝よう。たま、あったかい。たまがいれば彼氏なんていらないわ。え、愛される秘訣ですか。それはやっぱりご主人様への愛とここですね。社員、今日も可愛いね。お、そんなポーズもしてくれるの。ありがとう。俺は星山拓、25歳、普通の会社員だ。趣味はご覧の通り飼い猫の写真を撮ること。かわいい。こちらがうちの猫のヒャイン。びっくりするほどかわいいでしょう。人懐っこくてスマホで写真を撮ろうとするとちゃんとポーズを撮ってくれる。俺の生きがいよ、今日もありがとう。たく、あんたヒャインの写真を撮る以外にやることないの。なんだよ急に。猫の写真ばっかり撮ってて恋人がいる素振りのない息子を見てたらそう思うわよ。いいんだよ、俺にはヒャインがいればね。ミャッ、ヒャインは私がいれば大丈夫よね。ミャッ、ヒャイン。あんたもしかして猫が好きすぎて人間に興味が持てないんじゃ。そんなんじゃないっての。とまあこんな感じに、俺は実家暮らし、猫あり、彼女なし。こうやって親からちょっと心配されている情けない社会人なのだ。俺だって恋をしたいとは思っているけど、こんな俺を好きになってくれる人なんて。おはよう星山君。おはようございます。田中さんこれから出張ですか。ええ、いつものところにメモを書いておいたから目を通してね。わかりました。おはようございます。おはよう酒井さん。おはよう。今朝は冷えますね。俺今日手袋忘れちゃったから指が凍るかと思ったよ。え、じゃあこれ使って。え、いいの。うん、私冷え性だからたくさん持ってるんだ。そうなんだ、ありがとう。あ、あったかいコーヒーも入れてくるね。田中さんもまだ時間ありますよね。ええ、ありがとう。なんですか星山くん、そろそろ進展させた方がいいんじゃないの。え、どの案件のことですか。仕事じゃなくてプライベートのこと。プライベート。俺田中さんにプライベートなことを相談したことあったっけ。
まさか気づいてないの？あんなに好き好きオーラ出してるのにどうして気づかないの？好き好きオーラ？ああ、その話ですか。もちろん気づいてますよ。あら、そうなの？やばなこと聞いちゃったかしら。いやー、よくぞ聞いてくださいました。見てください、今朝のうちの猫。もうすごい甘えた目で見つめてきて、ああ、俺のこと好きなんだなって感動しちゃいましたよ。え？いや、私が言いたいのは猫のことじゃなくて。お待たせしました。暑いから気をつけてくださいね。ありがとう。はい、こっちは星山くんの砂糖一本だったよね。うん、ありがとう。はあ、あれ？どうしました？なんでもないわ。酒井さん、私が出張から帰ったら美味しいもの食べに行きましょう。え？はい。あれ？結局田中さん、俺の何を案じてたんだ？その日の帰り道、俺はいつものように電車に乗っていた。あー、かわいい、ヒャイン。スマホの画像フォルダに溜まっているヒャインの写真に夢中になっていた俺は、背後にいる人影に気がついていなかった。七熊駅。おっと、もう着いちゃった。さあ早く帰って。あの、俺が振り返ると、そこに立っていたのは光り輝く超美人だった。うわ、なんかキラキラしてる人がいる。急にすみません。俺で会ってますか？はい。知り合い？いや、こんな神々しい人は自分の知り合いにはいない。俺より年下っぽいし。実はさっき見えてしまって。見えたって何を？俺なんかまずいことしたっけ？もしかして時間と間違えられてる？スマホの猫ちゃんの写真めちゃくちゃ可愛いですね。ありがとうございます。俺もそう思います。実はさっき後ろに立ってたらたまたまスマホが見えてしまって。そうだったんですか。ネットで動物の写真を見るのが好きなんです。だからもし SNS とかでその猫ちゃんの写真を上げてたりするなら教えてほしいなと思って。いや、そういうのはやってないんです。そうですか。やってみたいとは思うんですけど、うちのヒャインの可愛さをたまたま電車で一緒になったこの人に知ってもらえただけでもこんなに嬉しいんだから、ネットで拡散されたりしたらめちゃくちゃ楽しいだろうな。そうなんですか。はい。でも俺、文章を書いたりアピールしたりするの苦手で、猫の写真を撮るぐらいしか趣味ないし。いや、そんな可愛い写真を撮れるだけで十分すごいことですよ。猫を飼っていたからわかりますけど、なかなかこんな風に写真撮れないですよ。きっと猫ちゃんに優しくしてあげてるんだろうなって感じました。ありがとう。じゃあやってみようかな、 SNS でも。何がいいのか。よかったらお手伝いしますよ。そこのカフェとかでどうですか？本当？ありがとう。なんか猫ちゃんの気持ちちょっと分かったかもしれません。え？だってそんな顔で微笑まれたら嬉しくなっちゃいますよ。え？こうして俺は電車で知り合った矢部さんにアドバイスをもらい、ヒャインの SNS を開設して家に帰った。ただいま。あ、にゃん。またそんな面白ポーズして写真撮っちゃうぞ。にゃ。早く撮ってくれって。ヒャインは本当に自分が可愛いことを分かってるよな。そうそう、今日電車で一緒になった子もヒャインの写真見て可愛いって言ってたぞ。にゃん。わかんないよな。あー、ヒャインと話せたらいいのにな。俺はそんな独り言を漏らしながらヒャインの写真を撮り、それを SNS にアップした。
あ、もうフォローしてくれてる人がいる。社員の魅力を知ってもらえたら嬉しいな。タク、帰ったの？ああ、ただいま。俺は夕飯と風呂を済ませると早々に布団に入った。今日はすごい眠いな。慣れないことをしたから疲れてるのかな。初対面の人とあんなに話したのって初めてのことかも。あっという間に眠りに落ちた俺は、気がつくとカラオケのパーティールームのようなところにいた。ここはさっき自分の部屋で眠ったはず。ということはここは俺の夢の中？それにしても派手な部屋だな。イエーイ、盛り上がっちゃう？え？何？俺が振り返るとそこに立っていたのは蛍光色の服を身につけたいかにもパリピといった感じの男だった。多分年齢は俺と同じぐらいだろう。タック、会いたかったぜ。え、俺？君は一体？俺、社員だよ。イエイ。社員？うちの猫と同じ名前だ。だから、ここ見て、ここ。そう言うと、社員と名乗った男は自分の頭の上の耳を指さした。そこには、飼い猫の社員にそっくりな耳が生えていた。それは、社員の耳？イエス！どうも、社員です！そうか。俺は社員のことが好きすぎて、人間になった社員の夢を見ているんだ。それにしても…イエイ！社員ってこういう感じなのか？また独り言言ってるね。お母さんに心配されるよ。タクはさ、いいやつなんだけど、ちょっと自信なさすぎだよね。もっと俺みたいにはっちゃくちゃおうぜ。それはちょっと無理かも。そう言うなって。でもまあ、そういう控えめなところも俺はラブだけどね。え、社員俺のこと好きなの？もちのろんだぜ。当然だろ。あのな、タク、自分に自信がないからって相手からのラブに鈍感になってたらダメだぜ。世界はラブ&ピース。オッケー？あ、うん。よくわからないけどわかった。そうそう、そういう感じよ。ノリで生きてこう。夢に出てきたヒャインは、俺のことをやけに理解していて、自分に自信がないという悩みまで言い当てた。こういうタイプって今まで縁がなかったけど、こんな風にいいところも悪いところも受け入れてもらえるのは嬉しいな。そんな夢を見た翌日、俺はふとした時に夢の中に現れたヒャインのことを思い出してしまっていた。あんな夢を見たの初めてだったな。星山くん？え、何？今日ぼんやりしてるけど何かあった？いや、飼い猫が夢に出てきたなんて言ったらドン引きされちゃいそうだな。もしかして好きな人のこと考えてたとか？そういうわけじゃ、あながち外れではないけど。今日7時ぐらいでどうですか？星山くん、スマホ鳴ってるよ。あ、うん、了解です。と、そうだ、この子は猫好きだからあの夢の話をしても大丈夫かも。星山くん、ニヤニヤしながらスマホ見てる。やっぱり好きな人がいるのかな。俺が約束の時間に行くと、矢部さんはすでに店の前で待っていた。星山さん、お疲れ様です。ごめん、待たせちゃって。いえ、さっき来たところです。っていうか、本当にごちそうになっちゃっていいんですか？もちろん。昨日は時間取らせちゃったからさ、これぐらいさせてよ。いや、でも元はといえば勝手に猫の写真を見ちゃったからで。いやいや、俺も本当はいろんな人にヒャインのこと見てほしかったんだ。早速フォロワーさんも増えてて嬉しいよ。お役に立てて嬉しいです。うん、遠慮なく何でも頼んでよ。はい、ありがとうございます。昨日パリピなヒャインと話したおかげなのか、
俺はいつもよりノリよく話すことができるようになっていた。実は昨日不思議な夢を見てさ。どんな夢ですか？矢部さんは俺が夢の中の出来事を話してもバカにすることはなかった。へえ、社員くんが夢で人間の姿に。そう、ただの夢だと思うんだけど、やけに俺のことをよく知ってるっていうか。へえ、不思議ですね。そういえば好きな人の写真を枕の下に入れて寝ると夢に見るっていうのは聞いたことあるけど、星山さん、枕の下にヒャインくんの写真を入れてたりしましたか？いや、入れてないよ。ですよね。夢の話はそれっきりになり、俺たちは猫談義に花を咲かせた。今日はごちそうさまでした。こちらこそありがとう。いろいろ話せて楽しかったよ。あれ、星山くん？あ、酒井さん、今帰り？はい、ちょっと買い物を。そうなんだ、気をつけて帰ってね。はい、じゃあ。うん、また明日。星山くん、やっぱり恋人がいたんだ。しかもあんな綺麗な人、私には見向きもしてくれないはずだよね。家に帰った俺は枕の下を調べていた。写真はない。あれ、これはヒャインのヒゲ？写真はなかったものの、俺の枕の下にはいつの間にかヒャインのヒゲがあった。それでヒャインが夢に？いや、まさかな。あれはただの夢。こんなこと考えてないで早く寝ないと。明日も仕事なんだから。そう思いつつも、俺はなんとなくヒャインのヒゲをそのままにして寝てみることにした。すると、またこの夢？イエーイ！タク、今夜も会えて嬉しいぜ。俺の夢に再びパリピヒャインが現れたのだ。ナナ、2日連続で帰りが遅いじゃん。何かあったの？もしかして LOVE ダブの予感？そんなんじゃないって。あ、そうだ、ヒャインの SNS すごく評判がいいんだよ。みんなにヒャインの可愛さを伝えられて俺すごい嬉しくって。マジ？いや、世界が俺に気がついちゃったか。世界ってほどじゃないけど、でもこうやって人にいいねをしてもらえるのって嬉しいもんだな。あ、自信が湧いてきた感じ？うん、少し。少しかよ。いや、だって顔も知らない人たちだから時間が薄いっていうか。ま、SNS ってそういうとこあるよね。タクはさ、自分のことを認めてほしいって思う相手はいたりするの？え？会社の上司とか？そうじゃなくて、いや、それも大事なんだけど、自分のいいところも悪いところも見てほしいと思うような相手はいたりするわけ？え、どうだろう。よく見てくれてるなと思う子ならいるけど。誰誰？会社の女の子だよ。今日もぼーっとしてたら声をかけてくれて、俺がいいことがあった時も、何かいいことあった？って声かけてくれるんだ、その子。体調が悪い時は飲み物持ってきてくれたり。何何それって、タクのこと絶対好きじゃん、ラブじゃん。え？ないない。タクの顔が赤くなってるぞ、ヒュー。いいと思ってるんだ。あ？彼女のことは確かに可愛いとは思ってるけど。いいじゃんいいじゃん、告っちゃえよ。え？無理だよ、俺なんか。いけるって。うわー、俺までドキドキしてきたぜ。そんな夢を見たせいか、俺は会社に行くと酒井さんのことが気になって仕方なかった。でも酒井さん、今日はなんだか元気がないな。はあ。酒井さん？星山くん。元気なさそうだけど、何かあったの？なんでもないよ。あ、私ちょっと資料室に行ってくるね。え、もしかして俺嫌われるようなことしたかな。彼女の様子が気になった俺は帰り道に彼女に声をかけてみた。酒井さん、お疲れ様。
お疲れ様。はい、これ。え？この前冷え性だって言ってたから、帰り道にポケットに入れてたら温まるかなって、この前のカイロのお礼として受け取ってもらえると嬉しいな。星山くん、何があったのかわからないけど、俺でよかったらいつでも話聞くからね。そんなに優しくしないで、諦められなくなるから。え、諦めるって？私、星山くんのことが好きなの。え、星山くんは覚えてないと思うけど、この会社を第一希望にしていた私は、入社面接前にとても緊張していた。そんな時に。ねえ、猫は好き？え？これうちの猫なんだ。同じように面接を受けに来ていた星山くんが猫の写真を見せてくれた。可愛いですね。でしょ？すごく写真を撮られるのが好きなんだこいつ。珍しい。こんなポーズもしてくれて。可愛い。酒井さん、どうぞ。はい。その笑顔で頑張って。はい。私は星山くんのおかげでこの会社に入社することができた。こうして一緒に仕事ができるだけで幸せだったんだけど、星山くんと一緒にいるうちにもっと好きになっちゃって。びっくりした。そんな風に誰かに思ってもらえるなんて思ってなかった。ごめんなさい。どうして謝るの？だって星山くんには彼女が。こんなこと言ったら困らせてしまうのに。え？ほら、昨日一緒にいたすごく綺麗な。昨日？ああ、あの人は電車でたまたま知り合った猫友達なんだよ。猫友達？そう、実はあの子に勧められて SNS で猫の写真を公開し始めたんだ。ほら、かわいいですね。それでこっちが彼の SNS。 うわぁ、おしゃれな食べ物の写真がいっぱい。え？彼って？うん、あの子は男の子だよ。へぇ。というわけなので、俺は困らないのですが。あ、はい。これからもっと酒井さんのことを知っていきたいと思っています。いかがでしょうか？ぜひよろしくお願いします。交際を前提としたお付き合いが続き、俺と酒井さんは恋人になることができた。今日はその報告のために矢部さんと一緒におしゃれなカフェに来ている。そういえば星山さん、酒井さんと付き合う前に変わった夢見てましたよね。ああ、うん、なんかあの夢のおかげでこうして彼女と付き合うことができたような気がしてるんだよ。なんかヒャインくんのお告げって感じですね。飼い猫のお告げ？そうそう、大切に育てた猫のヒゲを枕の下に入れて眠ると猫が飼い主にアドバイスをくれる。うん、そうかもしれない。ああ、俺もまた猫飼いたくなってきたな。あ、そうだ、さっきのお告げのこと SNS でつぶやいてもいいですか？あ、うん、構わないけど。こうして俺のちょっと不思議な体験は矢部さんから SNS で発信されて、今では都市伝説のようになって女子高生向けの占いの本にも載っているらしい。本当かどうかは俺もわからないけど、それが誰かの助けになっていたらいいなと思っている。飼い猫のお告げ？最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画ななくまでは思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。